謝礼とは、宮中において、毎年正月17日に行われていた府舎の競技の一つ。日本書紀によれば、古来より宮中における弓競技が行われ、最古の例は、聖霊天皇4年9月1日とされている。謝礼の原型は、天武天皇4年1月17日に行われた儀式とされている。雑礼においては、正月中旬に、 大まとをいる大社の儀式として規定される、後に節度を重んじる意味で用いられた故障が、謝礼であったという。謝礼が行われる2日前の15日に、兵部省が、新王以下5位以上の官人から、伊手候補30名を選抜し、さらに月収を行って20名に絞る。これを、兵部帝と呼ぶ。さらにこれとは別に 6AF。 東宮坊でもそれぞれに属する官人の中から定位を行って、伊手を選んだ。当日は、天皇臨席の下部ブラク殿において三重の延期を設けた二尺五寸の板敵を南北二箇所に設置、官令として、このエフト左兵は北側、右表へと、エモンノフは南側を用いる例となっていた。伊手は、 的から東へ三十六歩離れた場所から兵部城の官人の証明に従って矢をいて優秀な者は天皇から六を賜ったり縁に招かれたりした。すべての射手が酔える前に日没を迎えた場合は翌日にいた。これをい居と呼ぶ。もっとも後世になるとブラ伝ク殿の崩落によって場所が県令門前の大場に移され天皇の失業もなくなり、 不行の情景のみが取り仕切った。さらに、天皇の失業がないことを理由に、親皇、五以上などの謝礼は行われなくなり、もっぱら六 F の官人のみがいるようになった。こうした状況下で、伊手の質も低下して、やむを得ない場合に行われるものであった謝礼が、恒例のように行われるようになった。それでも、 北朝の五皇言天皇の時代の王安年間までは、謝礼は行われていたとみられるが、それ以後は廃絶してしまったという。年中行事時点 P375,958 年5月23日、初版発行にし、各遺症教編東京堂出版。ありがとうございます。